今回の動画は、戦国のサラブレッド立花宗茂について、立花宗茂がどのようにしてこの乱世の舞台を活躍したのか、そんな話題をスレミンたちが熱く語っています。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。乱世の花、高橋常雲の子に生まれ、雷神と呼ばれた妖不動説の後を継いだ男、忠義豪遊鎮西一、西国無双など様々な異名を持つ、戦国のサラブレッド立花宗茂を語りましょう。立花家、高橋家、妻の立花銀千代や九州一帯の諸説なども。雪村と正宗は大阪の陣で戦ってるけど、宗茂もぜひともこの二人と戦ってほしかった。特に雪村の軍勢との正面からのガチンコ対決はマジで見たかった。冬の陣で、西軍最強の毛利勝長と戦ってる。最も最強クラスの戦闘は、柔道やボクシングと同じで膠着状態で推移したみたいで、これといったエピソードがないな。この人が天下を取ったら、どんな世の中になっただろう？良くも悪くも天下を差配できる人間じゃないな。立花宗茂は天下人の器じゃないが、天下人が、自分のそばに置いておきたい人物。例えて言えば、人造人間機械ダーが完全な良心回路を欲するように天下人は、彼を欲していた。秀吉は、立花宗茂を単なる戦闘マシンとしか見なかったのに対して、家康、秀忠、家光は、彼の人柄を愛した。家康に至っては、秀忠に対して15万石以上与えると親しくそばに置けなくなるから、家臣はほどほどにしろと注意するほどだった。戦闘力なんて、関係ねえ。どっちかというと宗茂って献身タイプだよね。融通が利かずぎに厚く戦場で無類の強さを発揮するあたりが、もし時代を遡って群雄割拠時代の大名なら献身と盟友になってただろうな。それもあるけど、二人とも戦術理論が似てる気がするな。貨幣で戦う方法が効率よく運用できるから良いとするあたりとか、3000くらいが自分の指揮の及ぶ限界みたいにきちんと把握できてたとかそんな感じかな。後藤も嫁ぐなんかも少数を手足のように動かせるタイプだよね。浪人時代は温存し育ちがたたって、家来は苦労したのかね。給料を与える立場の主君を家臣が養ってたんだからな。利害を超えた恐るべき信頼関係というか、普通ならこんなのありえないよな。実はなのかね。講談でよくありそうな話だが、唯一の実例とは言えない。酒様の家老とその家来の実例がある。これも史実。家康とややこしい部下である三河武士団も、それに近いな。どっかの大名が援助してたんだろ。宗茂クラスの武将が浪人していて恩を売らないとかありえない。俺たちが家康に取り次ぐから安心してくだってね。と言ったら普通に取り次ぐされてしまった。加藤黒田が責任を感じて援助してたとか、彼らの口添えもあって復帰できたけど、加藤清正は宗茂に10万石あげるから家臣にならないかって誘ったらしいけど断ったみたいだね。この時は本当に加藤家に迷惑かけちゃまずいと思って断ったらしいが、加賀の前田家から声がかかった時は、さすがに前田の八方美人ぶりに呆れて断ったそうだ。宗茂に石高の5分の1もあげるのはさすがにない。本当のところは1万石か3万石程度だろう。前田も立花が来ると思ったんだろうか？万一来たら 100% 衝突すると思うんだけど、フリーダムで名高い本田正成がおとなしく家老やってるぐらいだから。宗茂のような真面目な人間なら普通に前田の家来務まるだろ。石高が低くても大名と一家臣とは違うから断ったんじゃね？もともと、宗茂が5万石そこそこで大友の家臣やってたってことを忘れないでください。一度家臣になること了承したらもう大名として返り咲くことはできないでしょ。宗茂が秀忠に取り立てられるまで、本当にいろんなとこから登用の誘いがたくさんあったらしいけど、どれもこれも断ってるんだよな。どうやら宗茂としては秀吉に恩があるくせに東軍についた奴らが感情的に信用できなくて軽蔑してたみたいだよ。それでずっと断っていたらしい。でも一応西軍について家を潰した時点で秀吉への恩は返したつもりでいたらしい。時の最高権力者の将軍秀忠から声がかかった時は、秀忠に対しては断る理由がなく、これを断れば他の大名に仕官なんてできないので仕官に応じたらしい。で、棚倉から柳川へ復帰するわけだけど周囲からなんで秀忠の誘いに応じたかと聞かれると、いつも家を潰してまで西軍に着いた時点で秀吉への豊臣への恩は返したからと言ってたらしい。で、自分は一度その主君に仕えたら絶対に忠義のごとく働くと言い切っている。うまい具合に筋を通してるな。先に豊臣からオファーが来たらと心配したが、
その考えだと断ってるんだろうな。改易されて、丘陵に復帰したのは宗茂だけなの？相馬義種もそうだ。へえ、他にもいるのか。丘陵に復帰したのは宗茂だけってよく聞くんで。相馬義種は改易取り消しだから一回完全改易になった宗茂とは微妙に違うがね。関ヶ原復帰組で丘陵に戻ったのは宗茂だけたまたま空いたからね。真田家の縁者が柳川に来て、立花家の旧臣と共同して、田中家を改易に追い込んだって伝説もあるみたいだけどね。何の嫌がらせだよ真田。時系列的に違う気がするのにあるとしたら正幸としか思えないが。吉川公文館で確認したが、立花宗茂が採封された柳川って表高109,600石だが実態としては、雑税の小物なりを石高に加えないよって免除されてる。その上、部下を抱えすぎて暗い力が7,000石しかなくて、これじゃ、いかんということで検知やり直したところ、7,000石の暗い力が66,000石と9倍以上に増えたというのには驚いたよ。秀忠は、家康の遺言通り、宗茂250,000石以上の大名にはしなかったが、実質は170,000石以上の領地を与えていたわけだ。宗茂ってどこ生まれ？岩屋城？文後？文後の義弘館だったはず。生まれは国崎の義弘館だな。義弘秋政が高橋の名跡を継いで、宝満山城と岩屋城の城徳になった年と千熊丸が生まれた年を突き合わせればすぐわかる。宗茂は文後高田の家系館で、永禄10年に生まれ幼名千熊丸。3歳の時父上雲に連れられ太宰府の宝満城に移り、15歳の春元服して名も宗虎と改める。これにて宗茂の生誕問題は終了。皆さんは、宗茂のどの戦が気に入っていますか？厳密には宗茂の戦いじゃないけど黒門の戦いかな。黒門の戦い、豊臣秀吉の対抗検地に反発した国衆の一揆の一部です。肥後国では熊辺地神奈川が中心となり一揆を起こしましたが、秀吉の命令で鎮圧されました。熊辺親子は立花宗茂の屋敷に留め置かれ、秀吉の命令で処刑されることとなりました。しかし、宗茂は彼らをふるさとを守る英雄として扱い、話し討ちにしました。この出来事は黒門の戦いと呼ばれ、立花家の誠実な行動は肥後の武士からの評価を高めました。立花城籠城戦をあの若さでよくもまあ自分より年長ばかりの武将たちを抑えられたと思う。しかも籠城終わって城内ほっとしているところで追撃戦とか。そして奪われた城を次々と奪還したんだよな。そや秀吉がその武勇鎮西一、その忠義も鎮西一と称えることだけのことはある。実際は島津の大軍相手に籠城戦なんてしてないでしょ？ギリギリで回避されたはず。島津川の降伏勧告を宗茂が一蹴。降伏勧告を助長させるために城下焼き払おうとするも、地の利を生かした立花勢に迎撃され失敗。島津軍本格的な城攻めを決断。開始直前に立花川の内田茂への偽降伏による時間稼ぎに遭う。豊臣軍九州上陸。島津軍撤退、立花軍追撃開始。立花城籠城戦はこんな流れだと思ってたんだが、要するに激しい攻防戦なんてなかったってことじゃん。その武勇鎮西一、その忠義も鎮西一みたいなことは志賀近次に言ってやれ。籠城戦で一番の敵は、味方内に走る同様じゃね？裏切りが出れば自戒するわけだから、誰もが疑心暗鬼になったりしてさ、当然敵も調略かけてきたり、調略を断ったにもかかわらず敵と話をしたってだけで、疑いの対象になってしまったり、そう考えると、生優しい籠城戦ってないんじゃないかなと。東の本田忠勝と比べたらどっちが猛将だったんだろ？宗茂に猛将ってイメージはないね。岐阜の道雪は猛将ってイメージ。毛利の看板、吉川元春小早川高影コンビを撃破するやつなんてそうそういない。どっちが猛将かって言ったら東じゃね？宗茂は傭兵かってイメージ。宗茂は確かに猛将よりも傭兵かだね。父の上雲や道雪は傭兵かでもあり猛将でもあるよね。本田忠勝は、生粋の猛将でしょね。傭兵もすごいけど。短期掛けや島津の軒口追いや松平が鉄砲で負傷しても、この男は馬撃たれても島津兵徒がチンコしてたみたいだし、猛将は、宗茂の家臣の斧ではないかな？やっぱり道雪は偉大なんだよ。宗茂がやれるのも道雪時代からの家臣の忠節あればこそだよね。名前挙げればキリがないけど、ゆふこれのぶ、小野茂之、小物増時とか、よくもまあこんだけのメンツがって感じ。島津も負けず劣らずだが、宗茂が秀吉に絶賛されたのはやっぱり九州征伐時に秀吉軍が到着する前に奪われた城を奪還しまくったからだろうな。あと朝鮮の碧帝艦と関ヶ原の時の大津城攻めで猛烈な鉄砲での攻撃で落
上させたとことかかな。大河ドラマの主役に。岐阜の立花洞説の台頭、雷切りは、実際には雷を切ってないらしいですね。科学で調べるのは大事ですが、ロマンを壊す悪い例だと思いました。立花宗茂を責めることになった、鍋島親子は生きた心地がしなかったのではないだろうか。瀬戸内を自分の平穏な庭にしたい秀吉は大阪、瀬戸内、北九州諸侯で従順な連中には褒め言葉を惜しまなかったから秀吉評価は微妙に割り引きたいところ。秀吉は誰でも褒めるから長毛掘り、黒田、大谷は100万の軍勢を率いらせたいとか、直江なら天下の政治を任せられるとか、てか感情とかは大げさに相手を褒めるから政宗に三国に比類なきとべた褒めしたり、名前残ってる。各構造さんも、異常に立花宗茂を持ち上げていて、こっちがドン引きする。内容を書きます。立花宗茂が関ヶ原にいたら、西軍が勝っていた。みたいな作家とは思えないことを言っていた。研究者ならともかく作家なら別にいいのでは。宗茂はお坊ちゃん言われるけどコミュ力高くて交友関係が広い人でもあるよね。政宗や忠興みたいに悪が強い人とも仲いいし割とノリが良い人でもあったんじゃなかろうか。この人らと互角以上にあって最盛期を築いた秋月種真さんはもっと評価されても良いと思うのに全く話題にならんよな。種真さんは九州征伐ではがもう氏里の一夜城に腰抜かして見せ場なく降伏。秀吉との謁見では余興で滑稽な踊りをさせられて、将としての名声が失墜したからな。同説と互角の武将だったのに。宗茂の大河ドラマみたいが、派手な見せ場ないな。関ヶ原は欠席してるし。壁転換とか無理ですよね。見せ場は浪人時代ですよ。家臣とのほのぼのエピソード。名前を何回も変えているのも大河向きじゃない感じがあるかな。昔の大河は場面場面で呼びが名前、かな。簡易とコロコロ変わってたりしたからあまり関係ないのでは。松平元信松平元康徳川家康本で。資料として残ってる実績に比較して同僚武将の評価が高すぎてびっくりする二大大名の片割れ。もう一方は蒲生氏里。上祖壁信親みたいに身内ひいきの逃した魚補正でもなく、真田信繁みたいに最後の一花あっぱれ評価でもなくなんなんやこいつら。鬼島津もベタ褒めだもんな。蒲生氏里は年齢の若さと国高考えればすごいと思うけど。政宗の抑えになれる戦歴持ちで秀吉と縁深くて信頼できる人物となると蒲生の他に選択肢がなかったと思う。細川は断ってるし蜂須賀堀は死んじゃってる。他は若すぎたりすでに重要拠点任されたりだし、宗茂は朝鮮じゃ刀ひん曲がるくらい戦って帰り血まみれだったらしいし十分猛将だと思うよ。前田利家では、利家はあれで赤幌衆筆頭やしそれに見合うだけの槍働きは重ねてるからな。槍一本でのと一国の主になったようなもんやしそれを清正みたいな年若い武変者が憧れて、慕ってたってのもわからんでもない。それに加えて秀吉との遊戯を考慮すればあの立ち位置は不思議でもなかろうて。近年の研究ではその反動でかなり評価下げられてるな。別に関ヶ原間に合っても大した戦力にならんかった説も有力だし、そもそも偽証としての評価も怪しい。ただルックスは良いし、容姿も内面も家柄も理想的な武家の貴公子やからな。には長重を評価してあげてほしい。関ヶ原はあんまり同僚武将の評価に入ってない。朝鮮の駅でめちゃめちゃ評価されてて、その時やその後の同僚たちの偽証エピソードが多い。まあ単純バカだし大河は外交絡みで作れんけど。どの道大河じゃ大きな合戦は書けないよ。壁帝感は過去にセリフでは出たりしてるし、撃破したのは民軍だから戦況図程度ならいけそう。壁帝感の戦い、文禄2年1月27日に起こり、日本軍4万人と民軍3万人が戦った戦闘です。日本軍は浮田秀栄、立花宗茂、小早川隆景らが指揮を取り、民軍は提督李樹章が率いました。民軍は平壌から敗走した小西行長を追い、ソウルを目指していましたが、日本軍はこれを迎撃。立花宗茂らの活躍により民軍は敗走し、日本軍がソウルを守りました。この戦いの敗北によって李樹章は戦意を喪失して民軍の勢いはそがれ、武力による日本軍撃退方針を諦めて講和交渉へと転換しました。関ヶ原では実父の仇である島津の敗走を手助けしていたりする、父ちゃん譲りの爽やかさん。柳川の水路は、立花宗茂が指揮を取ったのですか？それならば土木工事の才能もあったのだと思う。鎌木氏が統治してた頃から水路が張り巡らされた難攻の要害として著名だった。龍造寺氏も城攻めでは攻略できず、結局騙し討ちで鎌木重並を殺害して滅ぼす。戦い関係以外のエピソードだけ取り出すと曲がうことなきバカ殿なんだよな。
確かにバカ殿だけど、周りが自分たちがお支えしなければと必死で支えるカリスマがあるからな。上司も同僚も部下も敵にも好かれて便宜を図ってくれる。人徳で欠点をカバーしてお釣りが来てると思う。ジップ、養父、嫁、そして自身のルテン。これほどドラマ性に満ちた武将もなかなかいないと思うがな。タイガ映えすると思うのだが。タイガって声が毎回あるけど、まずは九州ローカルでスペシャルドラマ頑張って作るしかない。それが跳ねれば全国区も狙える。今の段階では九州の人が思ってるより全国的に知名度ないし興味もない。敗者復活戦で勝ち得た武将として、世の中に人生捨てたものじゃないことを立花宗茂を通して、希望を持たせてほしいかな。関を盾には丘陵に復活したことで有名な鎮西無双の武将として有名なのに。ローカルすぎるのがね、大河に出してほしい武将だけど信長、秀吉に絡むが申さえでないからね。大河にすると嫁が優秀に描かれる代わりに、仲悪い婿として扱い悪くなりそう。こんな名将の攻撃に耐え切った京極高次って関ヶ原局地戦 MVP？ 淀君の妹を初様を城外に避難させる説得で11日、城攻めが1日、残務処理が1日で関ヶ原終了。立花宗茂の実定の名を継ぐの子孫が麻生太郎さんなんだよな。やっぱり宗茂も口が曲がってたんだろうか？ハプスブルク家じゃないんだから。その理屈ならば吉田茂総理も口が曲がっていますよ。笑い、いかがでしたでしょうか？立花宗茂は人間心理を理解し、コミュニケーションの重要性を理解していた武将でした。彼の成功は、父親から学んだ教えを忘れずに実践し続けた、謙虚さと慎重さによるものだったのかもしれませんね。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。もしまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。